こんにちは、船原です。今日はヤフオクとメルカリでもさらに利益が伸び続けている欧米輸入の最強商材をご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まずですね、ヤフオクとかね、メルカリ使ってます？まあセラーとしてヤフオクとかメルカリでお金稼ぎをしようとね、いう方多いと思うんですよ。ほんでこのね動画にたどり着いたという方多いと思うんですけれども、どういう商品を売れば儲かるのか、ここってなかなかわかんないですよね。僕は一応この転売歴というか物販歴14年ぐらいになるんで、どういう商材をね売ればいいかっていうのはね、結構ね経験的に分かるんですけれども、まあ特にね初心者の方ほどどういう商材を売ったら儲かるのかっていうことがね分かんないんですよ。で、まあ、結論言っちゃいます。はい、儲かる商材はね無数にあります。ほんと星の数ほどありまして、これも人によるっていうところも多いんですけれども、例えば僕だったらこれが得意だけど、あの人はこれが得意とかね、まあ、結構これね人によって変わったりもしますが、ですがね、よく聞かれるんですよ。一番儲かる商材って何ですか船原さんとね、それを教えてください、それやりたいですとね、いう方がいらっしゃるんですが、まあ、さっき言ったように今星の数ほどあるんですよね。しかも人によるわけ。僕がめちゃめちゃ儲かると思ってるけど、その人に伝えてみたら、あれ全然儲からないじゃないですか船原さんとね、言われることもまああるんですよね。なんでまあね、昔自由の金持ち通信っていうね、30個ぐらいだったかな、まあ、儲かる商材をめちゃめちゃまとめた冊子をですね販売しておりまして、まあ、今ちょっとね無料で公開してるんで、もしね興味ある方は概要欄でちょっと見てみてください。あの無料でダウンロードできますが、一番儲かる商材は何なのかとね聞かれることがあるんですが、まあどうしようかなと考えた時に一つ心当たりがあるんで、今日はその商材のご紹介します。でその商材の特徴はですね、まず一つ欧米輸入系の商材ということで、まあ、欧米輸入ってね、欧ってヨーロッパで、米がアメリカだから、まあヨーロッパとかアメリカから仕入れるような商品です。まあ要は輸入商品ですよということですね。これちょっとね、なんやねんとね脱落する方も多いかもしれないですけど、ちょっと待ってください、もうちょっと聞いてください。はい、しかも小さくて軽い、大きさ的に言うとこんな感じですかね、まあ、めっちゃちっちゃいのこんぐらいですね。まあでかくてもこんぐらいです。はい、まあまあ軽いんで、まあ、欧米輸入とね言いつつ送料激安で、まあ1個あたりどうすか500円ぐらいで手に入るかなと思います。安いものもあればめちゃめちゃ高いのあります。安いので言うと、もう本当にもう何百円何千円の世界からありますし、高いものは僕が見た中で実物というか、まあ単純にこの売っているのを見た中でね、しかもヤフオクとかメルカリでね見た中で、まあ、1000万とかそういうのはありました。はい、1回転売して何百万儲かるみたいな商品もあります。でしかもね、まあ、世界中で大人気なわけです。まあ、欧米輸入系っていうからね、分かりの通り、まあ、いろんなところで大人気なんですけど、もちろん日本でも大人気な商品で、しかも比較が容易なのでリサーチが簡単。これね何言ってるか分かんないなと思う方、後で分かるかなと思うんですけれども、例えばねこの、まあ、言っちゃえばね、これアンティーク系の商材なんですけれども、これアンティーク系の商材ってね、こう日本でこう高く売れてたものがあって、この商品をじゃあ海外で見つけましたと、同じような商品見つけましたけど、あれこれって本当に同じかなみたいなね、ここで迷ってしまってなかなか仕入れられないっていうのがよくあるんですよ。ちなみに僕アンティークめっちゃ得意なんですけど、それでも状態によって価格が2倍になったり3倍になったり、まあ、下手したら半減したりねするわけですから、あれこれってどうすんのと、この状態とか、まあ、例えば1年違うとかね、5年違うとかね、この生産年数が違うことによってですね、ここからかなり相場がね変わっちゃったりもするんですよ。そこがまあアンティークのいいところでもあり、まあ、なかなかとっつきにくいところではあるんですけれども、今回の商材は誰でも、本当誰でも、あなたでもね、比較が簡単にできる、これとこれがバッチリ同じものっていうのをですね当てられるんで、リサーチ簡単ですよっていう商材になります。まあ要は誰でもできると、これも言うたら誰でもできますよということなんですよ。では発表します。その商材とは、ダダ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 ン、アンティークコインです。まあ、聞いたことあるよとねいう方もいらっしゃるかなと思いますけれども、現状この欧米輸入系の中で、さらにアンティーク系の中で最強なのはもうアンティークコインで、で僕が知る限りほとんどの人がアンティークコイン手を出しちゃえば儲かるんですよ。まあ、いろんな商材あるんですよ。ほんといろんな商材あります。アンティーク系の中でも僕いろいろやりました。時計もやったし、陶器もやったし、家具もやったしね、文房具もやったし、いろいろやったんですけど、なんだかんだじゃあ全員みんな等しく稼げる、しかも金持ってない人でもまあまあ稼げて、金持ってる人めちゃめちゃ稼げるの何かって言われると、まあ今んとこアンティークコインかなって思いますんで、今日このアンティークコインのご紹介したいと思います。じゃあアンティークコインって何なのかっていうことなんですけど、まあね実物あればいいんですけど、ちょっと今持ってなくてなかなか出せないんですけど、あまた後でね実例を出しますので、ちょっとご安心ください。まずね、アンティークコインのこのアンティークっていう言葉なんですけど、まあ、一応そういう業界の中では100年ですね、100年経ったかどうかでアンティークかアンティークじゃないかという線引きがさ
されます。100年経ってないのはヴィンテージとかね言われたりしますけど、まあ要はアンティーコインっていうのは100年以上前に発行されたコイン。この動画撮ってるのが2021年なんで、ということは1921年より前だったらアンティークコイン、それより後だったらまあモダンコインとね呼ばれたりします。はい、100年経ってないものはモダンコインと言われますが、今回はこのモダンコインの方も、まあ、比較的新しい方も対象に含みますというか、こっちの方が全然簡単です。これはなぜか後でご説明します。で、希少価値とかねコレクター性っていうのが、まあ、極めて高いものが多いわけですね。だからこういうものがもうね世界に100枚しかないからみんな争奪戦みたいな感じになって、みんな欲しいってなったらどうなります？価格がどんどん上がるわけでしょ。でさらに日本には10枚しかありません、世界にね900枚あるのにみたいになったらどうなります？日本の値段がどんどん上がるわけですね。まあこんな感じなわけです。なんで今ですねアンティークコインは年々価値が上がってるんですよね。これなんでかっていうと、話せば長くなるんですけれども、今世界はインフレ懸念というのがあってまして、インフレ懸念とは一体何なのかっていうと、各国の政府というかまあ銀行かな、その中央銀行がですね紙幣をすりまくってるわけですね。この話聞いたことあるかなと思うんですけど、まあ、日銀もそうですね、貨幣というかこう紙幣、まあ、日本だったら1万円札をですね大量にするわけですよ。するってこと、印刷するわけです。あれで1枚20円しかかかんないですね、印刷するのにね。それで1万円増えるわけですから、まあ 要はね、いわゆる信用率っていうのがあって、まあ、それはちょっと置いといて、まあ、要はこうね貨幣をどんどんすると、すっていくことによって自国の通貨の価値を下げようとしてるんですよ。これ意味わかりますね。価値が下がったら、まあ、日本の場合じゃあ円安になると、じゃあ円安になったらなんかいいことあるのみたいな話になるんですけど、まあ、日本の場合は円安になった方がいいんじゃないかとね、そういう判断で日本銀行がアベノミクスみたいな感じでこう紙幣をすりまくってるわけですね。じゃあお金がどんどんね供給されたらどうなるかっていうと、これ簡単なことでお金の価値が減るわけです。お金の価値が減るとどうなるかっていうと、物の価値が上がる、要はインフレです。だから今ってこうインフレの状態を人為的に作り出そうっていう状態なんですよね。まあ、ここは別にどうでもいい経済の話なんですけれども、じゃあどうなるかっていうと、物の価値が上がりお金の価値が下がるわけです。で例えば不動産の価値が上がるとかね、身近じゃないけどよくね知られてることで言うと仮想通貨ビットコインの価値が上がるとかね、まあそういうノリと同じような感じでアンティークコインの価値がどんどん高くなってるわけです。アンティークコインってねこの価値の保存っていうのは非常に適してて、なんでかっていうと、もう絶対に再生産されないからなんですよ。100年前のねコインを今から生産って無理じゃないですか。だってもう100年経ってるから、100年経ってることに価値あるわけでしょ。リメイクみたいなね、同じものをもう一回、同じように作るみたいなのありますよ。ただそれって100年前のコインじゃないからやっぱ価値は下がるわけですよね。ということで何が言いたいかっていうと、アンティークコインって年々価値が上がってますよということなのでございます。ということで今回お伝えするアンティークコイン転売っていうのは何なのかっていうと、アンティークコインです。でモダンコインも含むね、これを eBay というね海外の、まあ、オークションサイトがあるわけですね。まあ、聞いたことあるかもしれないですね。僕のね動画では結構ね eBay 出てるんで、ぜひ見ていただければと思うんですけど、この eBay から仕入れるわけですね。まあ、売るっていう方もあるんですけど、 eBay はね今回は eBay から仕入れて、それを日本で販売するわけです。日本のどこで販売するのかっていうと、一番今んとこいいのはヤフオクです。もちろんメルカリでもできますんで、まあ、要はスマホ一つでポンポンポンとできちゃうとね、まあ、eBay はもちろんアプリありますから、このスマホでね eBay で仕入れてヤフオクメルカリだけで売っちゃうと、これだけでできちゃうわけなんで、実際ですねパソコンなくてもできちゃうよっていうのは今回のアンティークコイン転売になります。はい、でもちろんリサーチですね。このコインは日本で10万円で eBay で5万円、よし仕入れようみたいな感じでですね、リサーチして価格差を調べてから購入しましょうよという、まあ、要は転売になるというのがですねアンティークコイン転売になりますと言ってもですね、なかなか想像つかないと思いますんで、今回、例を出してみましたと。めちゃめちゃいい例がね見つかったんで見してみたいと思いますが、こちらこれはですね1960年に、生産されたアメリカの50セントコイン、まあ、ハーフダラーですね。1ドルの半分だから、まあ、50円みたいなもんです。日本では50円のコインみたいな、50円玉みたいなもんですね。50円玉なんですけれども、こちらがですね、まあ、最近ヤフオクですね、ヤフオクで6500円で落札されていました。終了って出てますよね。で入札数1と。じゃあこの商品がじゃあ一体 eBay だといくらなのかというと、これ全く同じやつ見つけました。これねちょっとね見ていただきたいんですけど、 MS64 って書いてます。これ MS64 っていうのがこのコインの状態ですね。まあ要はどんぐらい綺麗かみ
みたいな感じなんですけど、ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないですけど MS64 って書いてます。だからこれを要は eBay で MS64 で同じコインを探せばいいわけです。はい、これがこちら僕が探してきたんですけれども、1960年ですね、全く同じコインが、まあ、ちょっとこれね作ってる場所が違うっていうのがありまして、まあ、この辺超難しくなるんで、まあ、ちょっと置いときます。今回、まあ、ここはそんなにあんまりね関係ないんですけれども、1960年に作られた、まあ、ハーフダラーって書いてますけど、まあ、要は50セントコインですね。 MS64 って書いてますよね。要は64点ぐらい綺麗よっていうコインなんですけど、こちらが、まあ、全く同じコインがですね 21.95 ドルで販売されていました。でこの下にちょっとちっちゃいんですけど、まあ、なんとなく2421円ぐらいですよと書いてあります。これ自動でね eBay の方は計算してくれるわけですね。まあ、要は6500円でヤフオクで売れている商品が2421円で売れてますよというお話です。じゃあいくらぐらい儲かるのかね、まあ、送料とかあるんでしょ、消費税とかあるんでしょ、船原さんどうせそういうの入れたら全然儲かんないでしょっていうね、よくねコメント欄に書かれるんで、書かれる前に書いておこうかなと思って書いておきました。利益計算してみます。まずヤフオクでの販売価格が6500円で、 eBay で売ってた価格が2421円ですよと。で次国際送料なんですけれども、これね1枚単位で送ると、まあ、2000円ぐらいかかったりしますが、まあ、ちょっとねある方法とか、まあ、転送屋さん使うんですけど、いろんなところにあるね、アメリカにいろんなところに転送屋さんがあって、まあ、例えば輸入コムとかね、輸入ドットコムとかね、そういうところを使うとですね、まあ、例えば10枚のコインをねそこに1回貯めといて、それを一気に日本に送ると、10枚ね一気に送るんと、まあ、1枚ずつ 10回送るんだったら、これ10枚を一気に送る方が安いんですよ。この方法ね多分日本で初めて紹介した僕だと思います、12年ぐらい前の教材で。まあ、それ置いといて、まあ、これ10枚をいっぺんにやると大体なんですけど500円ぐらいになります。めっちゃ安いですよね。ただこんなんですよ、こんなんめちゃめちゃちっちゃいんで、国際送料が500円と。次消費税ですね。消費税かかります。でこれはですね商品金額と、まあ、送料を足したものに 10% かかったりしますし、場合によってはですねこう商品金額だけにかかるということもあるんですけれども、ちょっと今回ね消費金額と国際送料足したものに消費税をねかけるということで290円かかります。で次ヤフオクの手数料ですね。販売価格が6500円だった場合、ヤフオクションの手数料がですね 8.8% かかりますので572円です。あと送料なんですけど、まあ強者はですね普通郵便とかで送るんですけど、まあなかなか怖いんでクリックポストとかね、ちょっと追跡ができるようなやつで送った方がいいかなとは思います。で6500円から、まあこの諸々のね経費全部引いていったら、利益がですね2547円になりました。パチ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 と、しょぼいと思います。要はこの商品を仕入れてこれで売ったら2547円儲かりましたよっていうお話なんです。こういうコインがね山のようにあるわけです。ほんと山のようにありまして、どんぐらいあるのって言われてもちょっとキリがない。もう分かんないです、何万個何万種類かなという感じでありますし、まあ、世界中にあるアンティークコイン全てが商材だと考えると、ほんと数限りないくらいあると、星の数ほどあるという感じなので、まあ、今日はちょっとねちょっとだけご紹介していきたいと思います。はい、まずこちらジェームスボンド007、イギリスの2ポンドシルバープルーフ銀貨ということで、こちらがですね8万5000円高この銀貨8万5000円ですって。これがヤフーオークションで売れた金額になります。これを eBay で仕入れるとどうなるかっていうとですね、537ドルなんで、だからだいたい5万9226円になります。ちなみにこれまだね売ってるんですよ。なんでまだ今この動画見てる時点で調べたら出てくるかもしれません。これ PF70 って書いてますね。これ70点っていうのが、まあ、要は最高得点なんですけれども、こちらもね一応70点なんで、はいね、PF70 って書いてますよね。 UC っていうのはウルトラカメオの略で、これもウルトラカメオって書いてますんで、まあ、状態は一緒なんですよ。これが分かるんがすごくないですか。アンティークコインってね、普通のアンティークの商材だとこれとこれ、まあ見た目一緒だけどじゃあ状態はとかね、分かんないよということになるわけですよ。状態がちょっとでも違えば相場が変わっちゃうわけですからね。でもアンティークコインは状態をこの鑑定機関、今回の場合は NGC という鑑定機関が、これはまあ70点 UC ですねみたいな感じでね書いてくれてるわけですね。もう開けることができないケースにバーンとね封入しちゃって、この状態をまあ証明してくれているわけなんで、これとこれはもう全く一緒ですよという前提で進めます。はい、で利益を計算しましょう。で販売価格8万5000円で、商品金額5万9226円で、送料が500円で、消費税5922円で、7408円のヤフオク手数料かかって送料170円だとしたら、利益11702円ですよと。
今もまだ買えますね、この動画撮ってる時点では。もし見つけたら買って売ってみるのもいいかもしれません。次、ちょっとね面白いやつ。これはね、いわゆるアンティークコインです。1815年のフランス20フラン。わあ、かっこいいですね。こういうのはね、この年間やっぱ100年経ってると重みを感じますよね、あの歴史のね。でルイ18世、これ NGC がまあ58点ですよとつけたものがヤフオクで7万7000円で販売されています。はい、こちらがですね、はいどうぞ、20フランね。これ同じもの58点でルイ18世のね顔がね書いてます。まあこのスラブっていうんですけど、このケースのね、上の方はちょっとね見えづらいかもしれないですけど、ルイ XVIII って書いてますよね。これ X が10のことですね、ローマ数字で。で V が5で1が3だから、まあ要はルイ18世なんです。だから同じコインで、これ500ドルで買えるんですけれども、500のところに1000ピュって引いてますよね。これはあのベストオファーというのが通りましたよと。これはまあ何かというとね、ベストオファーって何かっていうと、要はあの負けてくれと、値引きしてくださいと、誰かがね、例えばじゃあ400ドルぐらいにしてくれまへんかみたいな、このベストオファーっていうのを送ることができるんですよ。これがまあじゃあ450やったらどないやみたいなね、この値引き合戦みたいな感じがやって、ここでベストオファーが通りましたよみたいな印なんで、実際はですね、この500ドルよりも安い金額で落札されましたよっていうことなんですよ。まあこの2つは同じですよと。で利益計算してみましょうと、まあ、7万7000円で売れて5万5000円で仕入れられたと。この5万5000円っていうのは500ドルの計算なんですけれども、それより安いんで、まあもしかしたら5万円とか4万5000円とかね、4万円とかで売られていた可能性はあります。で送料500円の消費税5500円、ヤフオク手数料が6776円で送料170円だとしたら、利益が9054円なんですけれども、まあ値引き分もしかしたらもう5000円ぐらいねプラスされているかもしれません。はい、じゃあどんどんいきましょう。次、これはギリアンティークじゃないんですけど、このインディアンのねヘッド、まあインディアンヘッドの10ドル金貨、これアメリカのものですね。でこれ PCGS というね、またさっきの NGC と違う鑑定機関が、まあ、63点くらいかなっていう点数をつけたコインが、なんとヤフオクで198,000円、すげえ、198,000円で落札されたということなんですけれども、じゃあ eBay でどうなったかっていうと、こちらと、はい、1932年一緒ですね、アメリカの10ドルコインのこのインディアンヘッド MS63 で同じ点数ですよということなんですけれども、こちらがですね138,183円で落札されましたよということでして、じゃあ利益を計算してみましょう。これね同じです、同じですね。またちょっと見ておいてください。で販売価格が198,000円で、商品金額が138,183円で、国際送料が500円、消費税が13,818円、ヤフオク手数料が17,420円で、送料が170円と。で利益がなんと27,905円。これはね1回仕入れて売るだけで27,905円儲かるわけです。すごくないですか、2万ですよ。大体の人日給2万もないと思うんですけれども、家にいてぬくぬくとこれをスマホで仕入れて、これをスマホで売るだけで2万儲かっちゃう、まあ、27,905円儲かっちゃう。これヤフオクの手数料とか全部引いてますからね、よくコメント欄に書かれる消費税とかも全部引いてますからね、27,905円儲かっちゃったよということですね。では次、とっておきなんです。これ聞いたことあるかな、ウナとライオンっていうモチーフなんですけれども、まあウナさんっていう人とウナさんっていうかは知らんけど、まあ、ライオンが形作られたというかこのモチーフで、イギリス領オルダニー島っていうね、まあ、島があるんですけど、そこがですね2019年に発行した5ポンド金貨になります。でこれはもう、まあ、70点のですね最高の金額がついておりますが、この金額がなんと258万円です。ちなみにこの金貨ですね、多分この1年ぐらいでかなり値上がりしてるんですよ。倍ぐらいになってるかな。このなんかウナとライオンっていうモチーフがめちゃめちゃ人気で、まあ本家のねイギリスのやつはもうすごい金額になってるんですけれども、まあイギリスのやつはまあパクったというとあれですけど、まあ、イギリスであんなに成功したんやったらうちもやろうかなみたいなね、オルダニー島っていうところが、まあこういうのねコインの発行とかをねビジネスにしている、まあ国というか、まあ領土イギリスの領があるんですけれども、まあ、そこが作ったコインが258万円です。これ eBay で仕入れるとどうなるかっていうと、はい、これ全く同じものです。2019年のオルダニーのウナとライオンなんですけれども、ここ高いですよ、17,500ドル、日本円にすると1,934,557円で買える、まあ、今も買えます実はねこれね、まあ、もしあれだったら買ってみてください。それでは利益を計算してみましょう。まず販売価格が258万円、すごい金額ですね。商品金額も仕入れも高いんですよ、やっぱりね1,934,557円でした。で国際送料500円、消費税が193,450円、すごいな、まあ、10% なんでね。でヤフオクの手数料がこれ258万円の 8.8% なんで227,040円、すごい、はい、で送料170円、まあここまでいったらクリックポストとかじゃなくて U パックとかで出した方がいいような気もしますが、まあちょっとこれ置いといて、利益がなんと224,278円出ました。すご
ごいっすね。これ1個仕入れて1個売るだけで、まあ、224,278円出ましたよという感じなんですけど、まあ、今ねこのウナとライオン仕入れて持っとくっていう人もいるんですよね。なんかめちゃめちゃ値上がりしてるから、まあ、そういう人もいます。まあ、こういう投資的価値もあるけど、まあ、とりあえず転売の時はねそういう投資的な価値はとりあえず置いといて、まあ、単純に仕入れて売るだけでもこの金額の利益が出ますよと。1ヶ月働いてね22万ですっていう人もね結構いると思うんですけれども、それがですねこれを仕入れてこれで売るだけで得られてしまうというのがアンティークコインになります。で今回ねヤフオクについてお話ししたんですけど、もちろんねメルカリでも結構売れてます。こんな感じで、まあ、探してみてください。結構高いコインとかも売れているのですが、まあ、僕が調べたところメルカリよりも若干ヤフオクの方が高く売れている感はあります。若干ね。これはメルカリの方が 1.2% 手数料が高いというのもありますし、ヤフオクの方がこのアンティーク系の商材を売ってきた歴史が長いので出品者の評価が結構溜まっているというのもあるかなと思いました。アンティークコインのね転売のメリットについてお話ししますけれども、まあこれちょっとね最初にお話しした感じのことをね復唱するような感じになるんですが、まず小さくて軽くて頑丈、もう壊れないんで輸送が容易ということです。でアンティーク系の商材をね仕入れたことある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ壊れるんですよこの輸送中に。まあ僕は昔陶器とかね仕入れてたんですけれども、まあ、海外の人ってねなんであんな梱包雑なのっていう梱包で送ってくるんですよ。陶器ってもう皿っすよ皿、割れる皿をビニール袋に入れて送ってくるんですよ。マジっすかって感じじゃないですか。ビニール袋ってあのスーパーのビニール袋ですよ。それは割れるでしょみたいなね人が多いんですけれども、アンティークコインに関しては小さくて軽くて頑丈なんで基本壊れません。あともう種類もほんと山のようにある何万個とあるので飽和はしません。まあ、もちろんね特定のこれは飽和するみたいなのあるかもしれないんですけれども、基本的にこのアンティークコインっていう業界が飽和するか、この飽和させるレベルの力は僕にはない。僕がどんだけ広めても、世界ではもう何万人何万何十万人とかね愛好家いると思うんで、飽和させることができないという感じですね。でさっきあのコインはね全部ねケースに入ってましたよね。あのケースのことをスラブと言うんですけれども、このスラブに入っているコインには鑑定結果が基本的には掲載されているので比較することが楽と。まあ、アンティーク商材の最大の弱点である状態とかね年式とかこういうもので、あこれって本当に一緒のものなのかなっていうのが分からないよっていう状況をですね、完全にねシャットアウト、だからもう完璧にこれとこれ一緒やから日本で5万で売れてる、これ3万で売れてるね、 eBay じゃあ仕入れたらええやんっていうこのマッチングがしやすいですよっていうのが一つですね。超安いもの、さっきね僕が最初にお見せした6500円みたいなのもあれば、ウナとライオンの258万円みたいなのもありますよと、もっと高いのもありますよということで、お金がない人はそれなりの、まあ、1万円くらいのねやつを仕入れてもいいし、お金がある人は一発のね金額がでかい何百万みたいなやつも仕入れてもいいですよと。要は住み分けができる、まあ、初心者も上級者もいけますよっていうのがアンティークコインです。あと価値がね上がり続けているので、まあ、結構物販って在庫リスクあるんですよね。この物販ずっとこの同じものを持ってたら、去年はこれ1万円の価値あったけど今年1000円みたいな結構あるんですよ。まあファッションとかもそうですよね。このまあ在庫リスクっていうのは結構最大のリスクなのですが、今アンティークコインはほとんどのものは価値がどんどん上がっているので、まあ、基本的にはずっと持ってても大丈夫ですよと。持ってたら儲かっちゃったみたいなことも結構ありますよっていうのが、まあ、今はねアンティークコインのメリットになってますので、ぜひやってみてください。儲かりますよと言われても、はい儲かるのは分かったけど、まあ、分かるんですよね。1回転売したら1万円とかね、まあ、20万円とか儲かるんでしょ、それ分かりましたと。でも自分でもできるのかと思う方いらっしゃいません？いろいろ問題点あるじゃないか船原さん、全部解決してよとね。これもよくコメントに書かれるんですけど、まあぜひコメント書いてくださいね。コメントは待ってるんで全部読んでるんで。ただ僕に言わせればそれはもう問題点あるよというね、なの言い訳です。もうやらない言い訳探しません？じゃあだから僕はちょっとやらない言い訳今から潰していきたいと思うんですが、まず英語できません。船原さん私英語できません。サンキューとハローしか言えませんが、海外から仕入れられますかって言われたらできるんですよ。これなんでかっていうと eBay だからです。 eBay っていうのも恐ろしいほどよくできたプラットフォームで、もう本当に英語が全くできなくてもこの出品してる人ともう一言も会話せずに普通にショッピングするように変えます。なのでまあ翻訳サイトさえ使いこなせれば基本的には大丈夫ですし、そんなん言ってたらね、英語できないからダメよって言ってたらマジで何もできないんで、そのぐらいはちょっと頑張ってみてください。
い、もう英語アレルギーですよという方ね、分かります、英語怖いっていう方分かりますけど、稼げるんですよ、稼げるんですよ、お金欲しいでしょ、お金欲しいんだったらもうそんぐらい行きましょうよっていうのが、まあ、まず僕の言い分、はい、資金がないんですよと、なるさん仕入れられますかと、これは最初から言っときます、資金ないと仕入れられません、はい、申し訳ないですけど、まあ、基本的にクレジットカードで買うんですよ、クレジットカードで仕入れるのですが、とはいえね、じゃあ1円もありませんと、でもクレジットカードで仕入れます、できなくもないし、僕も最初はそういう風にやってました、お金ないけどクレジットカードで仕入れて届いたら、あ、これがクレジットカードが引き落とされるまでに売ってその金で返す、これやってました、これはでも、まあリスキーです、まあそれでもやりたいと言ったらやった方がいいかなと思いますが、まあできたら資金ね作ってください、まあその辺のね家の周りにいっぱい不要品あるじゃないですか、これはメルカリとかヤフコで練習として売れば、とりあえず5万10万ぐらいになると思います、普通の人なら、それを使ってまずは1万円のコインを10枚仕入れるというところから始めてみてはいかがでしょうかね、資金ないと言っても。次、海外と取引するんでしょと、私海外に銀行口座とかないから無理よと、そんな持ってる人いません、まあ僕は持ってますよ、海外住んでたんで、ただ普通の人は持ってないんで、銀行口座ないの仕入れられるかと言われても、仕入れられます、クレジットカード、日本のクレジットカードがあれば仕入れられますんで、全然バッチグ OK です。はい、次、ヤフオクメルカリやったことないんで無理です、はい、やってください、もう不要品売ってください、めちゃくちゃ簡単です、特にメルカリめちゃくちゃ簡単です、僕の他の動画でメルカリの出品方法とかね、いろいろやってますんで、ぜひ見てください、もしくはこちらの下の概要欄にヤフオクのマニュアルとか全部貼っときますね、これ見てください、見たら基本できます、スマホさえあればできます、スマホ持ってない方、パソコンあればできます、スマホもパソコンも持ってないですよという方、どうやってこの動画見てるんですかと、テレビ、まあまあそれ置いといて、基本スマホかパソコンかあればできます、誰でもできます、老若男女誰でもできますんでやってください。で次ですね、これが最大の悩みかなと思います、商品が見つかりません、そんな知識もありません、どうしたらいいですかという方なんですけど、まずですね、商品知識に関してはもちろんあった方がいいです、アンティークコインに関する深い知識あった方がいいですが、これはですね、先ほど言ったようにスラブにね鑑定結果が書いてるから、実はそこまで必要ないですね、だから見つけ方、この見つけ方さえ学べば基本的には誰でもできるんですよ、ただここの見つけ方が分かんない最大の懸念点、儲かるコインってどうやって探すのか、これが分からないという方がいらっしゃるので、僕はちょっとね今回軽くリサーチしてみたいと思いますので、これで言い訳を消しちゃうぞという感じでちょっと見てみてください。はい、やってきました、こちらヤフオクですね、まずどうしようかな、まあ、このヤフオクでですね、なんか検索したいんですけど、じゃあアンティークコインがねいくらぐらいで売れてるのかっていうのをまずね検索してみましょう、とりあえず NGC と調べて聞いてみましょう、これは NGC って何なのかっていうと、さっき言った鑑定機関の名前ですね、だから NGC っていうのがタイトルとかに入っているものはですね、こういう感じでアンティークコインである確率が非常に高い、まあ、とりあえず NGC と調べてみます、まあ別に何でもいいですよ、金貨とか銀貨とかでもいいですよ、まあなんかそういうキーワードを持ってる人はそれ言ってください、ちなみに現在ですね NGC と調べただけで13,468件もあります、すげえな、はい、こんなにあるんかと、ただこの中にはね全然アンティークコイン関係ないもの含まれておりますので、このアンティークコレクションという中の貨幣ですね、こちらを押してください、するとですね7511件かなに絞られました、これは全部ですね NGC って書いてあるコインです、今7500件も出てるんですね、ただこれ今出てるものなので、何がしたいかっていうとですね、ここにちょっとこの左の方にちょっとよく見てください、これ NGC 貨幣の落札相場っていうのがあるんですよね、この落札相場をですねクリックしてください、すると過去にどういう商品が売れたかっていうのをですね今ヤフオクで調べることができるんですね、これ昔できなかったんですけど、まあ、ヤフオク、最近はできるようになりました、こういう風にいっぱい出てきますね、こっからまあ上から全部調べていけばいいんですけど、まあ、ちょっと今回めんどくさいんで、まずですね価格指定しますかね、でちょっとね今見てる方の資金がねどんぐらいあるかっていうのは分かんないですけど、どうすか、10万ぐらいあります、10万ぐらいあったら、まあ、選択肢としては、まあ、1万円ぐらいのコインを10枚仕入れるか、2万か3万ぐらいのコインを、まあ、3枚から5枚ぐらい仕入れるかなんですけど、数やりたい人は1万円ぐらいのものを仕入れてほしい、でまあちょっとめんどくさいなっていう人は、まあ、3万ぐらいのコインを仕入れましょうということで、じゃあ日本円でどうかな、25,000円から、あ、そうそう、ここね、ここちょっと見てください、価格指定できるね、今25,000円で書きます、25,000円から3万円ぐらいですかね、 1,2,3,4 はい、で絞り込んでください、これで何が行われたかというと、過去180日間に落札された商品で NGC って書いてあり、さらに貨幣のカテゴリーで落札が25,000円から3万円のもの、これが出てきましたということです、終了日時が近い順で、まあ、これ全部調べていけばいいんですけれども、ちょっと今回は
めんどくさいってめんどくさいっていうかあれなんで、まあできるだけね、早く見つけたいんで、こう入札件数の多い順っていうので並べ替えてみてください。これなぜ入札件数の多い順で調べるかというと、まあ要はね、入札件数が多い商品って同じ、なんですかね、価格でもう一回売れやすいんですよ。これなんでかっていうと、じゃあ例えばこれ見ましょうか。ダースベイダー、このダースベイダーの商品ダースベイダーコインとかあるんですよ、そもそもね。ここ見てください、入札数ですね。入札利益93件もあるんですよ。入札件数ですね、これ入札件数、これがですね93件もあるんですよ。93件、まあ要は、まあ、多くの人がこの商品欲しい欲しいって言って入札合戦が繰り広げられたよっていう、まあいわゆるこの証して、まあ人気ある商品ですよね。なのでこういう商品はまたもう一回売っても同じぐらいのこの 27,500 円のね金額で売れやすいという感じになります。はい、まあこれ安いだけなんで、まあとりあえずこれいこうかなと思ったら、ぜひね、こうダースベイダーのコインがですね過去どんな感じで売れてたかっていうのは、まあ履歴は見てくださいよ。はい、せっかくなんでこのダースベイダーコインがあるかどうか調べてみましょう。これはまずニウエってね、ニウエ書いてますね。ニウエってなんだと、まあ、これ切手とかで、ね、やってる人わかるかもしれないですけど、ニウエっていう国があるんですよ。ニュージーランドの横みたいなところで、国っていうか国なんですかね、属国みたいな、ちょっとわかんないですけど、超最近国と認められたみたいなところがありまして、そこがやっぱ切手とかコインとかの発行をビジネスにしているのですが、まあ、そこが発行してるね、これニューエ、例えばディズニーのねやつ結構多いんですよね。このスターウォーズとかね、ミッキーコインとかもあるんですよ。このスターウォーズコインで5ドルで、PF70 ですよと、まあ、ウルトラカメラ、ウルトラこれ合ってます、ウルトラこれ L でしょ、 L でしょ、まあいいわウルトラカメオですよと。じゃあこれと同じ商品をですね、とりあえず eBay で探してみましょうということで、ここ行ってみましょう。はい、これ eBay です。 ebay.com とね打てばここに来れます。でアカウントの作り方とかは概要欄にね、eBay のマニュアル貼っとくんで、それでやってください。今回やってたら時間かかるんで置いときます。じゃあここの検索欄にですね何か書きましょう。まずニウエですね、ニウエです。次何ですか、2017ですね。もうこれだけでここにありますよ、ダースベイダー、まあ、人気なんでしょうね。はい、ダースベイダーで、これね、なんか最近ここ日本語で表示されるようになったんですけど、ちょっとすみません、僕めちゃめちゃ見にくいんで英語にしていいですか。同じやつ探したいんで。ありますよね、はい、ニューウェブで、調べるときに絶対やってほしいのが、これと全く同じやつっていうのを調べ見つけるということです。これはですね、はい、NGC という鑑定会社が PF70 ウルトラカメオっていう鑑定結果をつけたニューウェブの5ドルですよということなんですね。なんかこういろいろあるじゃないですか、ここに。安いっていうかあれですけど、普通になんかニューウェイが売るときはこういう風になんかケースに入ってるんですよ。ただこれ鑑定されてないですよね。その分安いわけです。ただ僕らが今回欲しいのは鑑定されたやつが欲しいんで、となると、まあ、こういうやつですかね。これ一緒でしょ。ダースベイダー PF70 ウルトラカメオで5ドル。全く一緒、 NGC がやりました、ウルトラハイレリーフですよということです。はい、で、これが現状 14,783円と書いてあります。で、これ今ね、プレイスピットって書いてますけど、まあ、今ね、入札できるんです。だからこの価格で絶対買えるとは限らないんですよね。限らないんですけれども、これが 27,500 円で売れてるとしたら、まあ、現状この価格で仕入れたら余裕で儲かりますよねという感じです。で、まあ、もしこの価格じゃなくて、じゃあ150ドルぐらい、150ドルっていうか、まあ、16,500 円とかですね、まあ、仕入れても全然儲かるじゃないですか。だってね、27,000 円とかで売れるんで。っていうんだったら、ここに150とか言ってね。で、ブレイスビット。これビットっていうのは入札する。これ押しちゃえばですね、コンファームとしちゃえばですね、やっちゃうよ。やっちゃった。あら、ちょっと待って、もうマジ押しちゃったよ。ごめんなさい。押しちゃったよって別に押すつもりなかったんですけど、You are the highest bidder と。まあ、ビッダーって入札したよということなんで、あなたは今最高落札、入札者ですよと。これマジちょっと変えちゃったらどうしよう。まあでも売ったら儲かるんでいいか。はい。ということになります。どんくらいで売れてるんかなと思うじゃないですか。はい。で、これまあちょっと僕も入札しちゃったんであれですけど、まあ今普通にこれありますよね。同じセラーさんかな。199ドルだと一応まあ買えます。199ドルってことは2万2000円なんで、2万2000円で仕入れると、これ手数料とか考えると、この2万7500円だとトントンぐらいかもしれないですね。トントンぐらい多分。ちょっと計算してみないとね、わかんないですけど、まあそうですね。で、ここにほら、メイクオファーってあるじゃないですか。メイクオファー。で、ここでメイクオファーしてみると。例えば130ドルでどないみたいな感じでオファーっていうのを出すということもできます。まあ、これで通ったら全然儲かりますよね。さっきのやつより安いですけどね。っていうのもできますね。これはさっき、ちょっとお伝えしたメイクオファーというやつです。ちなみに63個も売れてます。まあもう人気ですね。この人何個持ってるんですかね。過去相場ですね。eBay の過去相場というのを調べるということもできます。それはですね、ここですね、この左に Show Only Sold Items というのがありますので、こちらクリックしてください。するとですね、もう終わったやつがわかりますよということなんで、
これは3日ぐらい前に終わったやつかな、163ドルで落札されています。あ、だからこれ全然儲かるじゃないですか。1万8000円ですよ。1万8000円だから、まあ、単純に多分3000円ぐらいこの金額で仕入れたら儲かりますね。ダースベイダーコイン、今のところですよ。まあこの値段で売れたらということですね。まあ、こんな感じで調べていっていってください。まあもちろんちょっと今勢い余ってやっちゃいましたけど、僕だったら、まあ、2上スターウォーズダースベイダーかなっていう風に検索します。これ何してるかっていうと、このコインが過去、まあ、いくらぐらいで落札されていたのかっていうのを全部知りたいんですよ。29,500円、29,000円、まあそうすると29,000円とかで売れてる時もあるんですね。まあめっちゃ安い時でも、これなんか違うんかな、23,000円、これちょっと画像がないんでわからないですけど、もしかしたらスリーブとスラブに入ってなかったのかもしれないですね。これはめちゃめちゃ安いですね。これなんでこんな安いんですかね。売り急いなんかなから、うん、ちょっとわからないですね。ちょっとまあこれ置いておきます。はい、まあでも大体なんですけど、どんだけ安くても2万4000円ぐらいで売れているということはわかるんで、まあ普通に売れば、うん、まあ待てば2万9000円ですね。こう入札いつっていうのは待ってる人たちなんで、待てば2万9000円ぐらいで売れるのかなっていうのは今のところ僕検討つきますんで、もうだったら普通にこの163ドルぐらいで仕入れても儲かりますよねというふうに思いました。はい、まあ、そんな感じで調べていきます。もう一個ぐらいやります？こういうなんかこう1915年のコインとかあるじゃないですか。これギリアンティーコインですね。こういうのはですね、実はあんま現存数がなくて、なかなか同じやつを見つけてくるってのは無理なんですよね。無理っていうか、これもね、何個あるかっていうのを全部わかるんですよ。何個鑑定されたかっていうのが、このフランツヨーゼフ1世の MS65 ですね。 MS65 が、はい、これですね。これが、まあ、一体今世界に何個あるか、そして何個あるかって何個鑑定されたかっていうのはわかるんですけど、それがなんか5個とかだったりするんですよね。で、5個だった場合、まあ無理かなと、同じの探すの無理かなと思うんで、まあこういうのはちょっと上級者向けかなって思います。はい、他なんかないですかね。こういうのも出てくるんですよ。これはどこが作ったんですかね。デビッド・ボーイね、伝説の歌手ですよね。これもウルトラカメオっていうね、 PF70 ウルトラカメオ、めっちゃいい状態で、まあ新品なんでしょうね。新品そのまま入れましたみたいなやつですね。これも仕入れてみます。これも同じように書けばいいわけですね。2020年、 NGC の PF70、 まあとりあえずですね、 PF70、 これが欲しいわけですよね。デビッドボーイ、ボーウイだったかな。ボーウイ合ってるね。あった。399ドル。まあまあ高いですね。これは。なるほど。ちょっと今買えるのは、あ、でも249ドル、250ドルとかあるんで、ただ日本で売れているのが26,000円。まあこれはあんま儲かないかな。どうだろう。でももっと安いのもあるんで、ちょっと過去相場こういう時探しますね。はい。まあ過去相場探す方法はここのソールドアイテム。してください。これ何してるかっていうと、過去めっちゃ安く売れてる形跡があるなら、まあ、ずっと調べたらもしかしたらいけるかもねっていう感じなんですけど、まあ、219ドルとかかな、最安259とかかな。なんとなくいけそうな金額ではあるけれども、まあ、ちょっと難しいかな。これはちょっとやめときましょう。まあこんな感じでね、一個一個調べていきます。はい、何でも調べていいです、本当。まあ、かっこいいっすよね、これ。こういう古代ギリシャの、これは作ったんでしょうね。また新たに作った昔のコインを作ったとかね。で、ガチ昔のやつとかもあるんですよ、ほんと。ないっすかね、そういうの。出てこないかな。ガチ昔のやつ。これ、こういうの、ほら。こういうの。すごくないですか、これ。ローマのやつですよ。ローマのコイン。ルキウス、ケイオニウス、コモンドゥス、ウェルス。ルキウスですね。これは、161年か169年に在位したということなので、約1900年前のコインが今あるわけですね。まあ、これはなかなか同じの、また eBay 探すのはね、難しいんですけれども、まあこういうの好きな人はね、買ってみたら面白いかなと思います。まあこういうのを見てるとですね、本当にもうこれもローマですね。ローマね、面白いですよね。僕はローマ人の物語みたいなのも、塩野七海さんが書いたやつ全部読破したりしても、そう、ローマね。まあそういうのはあるんですけど、なかなか、あ、そういうのはですね、難しいよという感じですね。アイリザベスとかね、こういうのもね、あればいいんですけどね。
皆さんお待たせしました。多分僕の今リサーチしてるのがですね100倍速ぐらい流れてたと思うんですけれどもまずこう見つけた、まあ、これちょっと多分5分ぐらいでかかってるんですけど、まあ、1個見つけるのはやっぱ時間かかるんでそれはもうご了承ください。これちょっと本当に今ガチで調べてたんですいません。2017年カナダ、カナダですね、スワロスキーのサンドル銀貨 NGC-PF70 ウルトラカメオファーストリリースですね。でこのなんかゾディアックっていうねゾディアックシリーズかな、こういうのがありますと。でこれをちょっと調べてみました。この真ん中にですねスワロフスキーが入っているというのが特徴です。でこちらですね、まあ、調べてみたんですよ eBay で NGC の PF70 のカナダのスワロフスキーって書いたら、あ、これは出てきました。はい、119ドルですね。どうですかこれ、つまり119ドル、まあ、1万3000円ぐらいで仕入れた、一緒でしょ、サンドルコインのファーストリリースウルトラカメオと一緒ですね。全く一緒ですね。むしろこれ番号一緒やぞ。この人これ仕入れてこれ売ってますねきっとね。まあそれはちょっと置いといて、まあ要は119ドルで1万3000円ぐらい仕入れて2万7000円で売れましたと。まあ倍ぐらいで売ってますけど消費税とか入るんで 30%、 5000円ぐらいだと思いますね、利益的に言うと多分。でこれはあの過去の落札履歴ではあるんで、もしかしたら今も売ってるかもしれないですね。まあ今ちょっと売ってないんで、まあ、こういう時はですねこのセーブサーチってね、セーブディスサーチっていうのがあるんで、これをポチッと押しとけばなんか同じ商品出てきた時にメールで通知してくれたりするっていう機能もあります。ちょっと今回ガチで調べてみたんでこんだけしか出なかったんですけれども、まあ要は何がしてたかというと、ヤフオクのこのね落札相場を見て、まあ、基本も上から一個一個やってたんですよ。これ同じようこれ同じもないかなみたいな感じでこの eBay でこう調べていく。で、あ、同じのあったなと思って、同じものでじゃあ価格差がちゃんと計算してあるんだったらじゃあ仕入れましょうという感じにします。まあこれが基本的なリサーチということになります。でちょっとねまあすみません雑なリサーチになっちゃったかもしれないですけど、まあもっとねちゃんとしたリサーチというのもありますので、これについてはまた後でご説明したいと思います。でこのアンティークコインの転売なんですけれども、まあ実践者と成功者マジ多いですね。で特にですけれども、こんなこと言って僕はいいんかわかんないですけど、おじさんおばさんがめっちゃ儲かってます。なんすかねこれ、人生の経験値っていうんですかね、なんかそういうのが高い人の方が儲かっている感があります。あと資金力かもしれないですね、まあ、もちろんね資金力がある方がいっぱい仕入られていっぱい売れるという感じで、ちょっとね僕インタビューしたことあるんですけれども、この真ん中のね千葉さんっていう方、最高売上で1300万ぐらい売ってて利益が半分ぐらいって言ってましたね。なんでまあどんぐらい、これ1ヶ月ですよ、1ヶ月ね、1ヶ月の最高売上1300万、まあ、どんぐらい儲かったかっていうのはちょっと計算してみてください。ちなみにねこの人たちに僕がインタビューした動画っていうのもありますので、こちらのね動画ご視聴いただけます。本当ねやらせじゃないですよ、めっちゃやらせじゃないです、本当にやっていただいた方に来ていただいてどんぐらい儲かったかっていうやらせなしの実践者インタビューご視聴いただけますが、興味あります、興味がある方ちょっと今から言う手順に従ってください。まずですね、僕さっきまでなんかアンティークコインについてペラペラ言ってましたけど、僕がアンティークコイン教わったのはこの方、物販総合研究所でアンティーク系の講座を担当している万田さんですね。万田さんも転売歴20年でアンティーク系のもう商材大得意、この万田さんがですねウェブセミナーをやってるんですよ。ウェブセミナー、このウェブセミナーに登録していただくと、まず万田さんがノウハウを伝授するウェブセミナーが2時間とか3時間ぐらいあるんで、ぜひこれ見てください。さっきの僕がやったリサーチみたいなのをめちゃめちゃ詳しくやってくれますんで、もう無料ですよ、無料無料でアンティークコインに関するセミナー聞けます。はい、ここのウェブセミナーに登録していただくと、はい、こちらの実践者の方のインタビューも登録していただいたメールアドレスにね無料でお送りしますので、こちらまたね見ていただければと思います。まあ視聴はね全部無料なんで、ちょっとでもアンティークコイン興味あるなと思った方はねガチ儲かるんで、ぜひやってみてください。僕がねさっきちょっとリサーチしただけでも、あ、儲かる商品何個か普通に出てきたの分かりましたよね。まあもちろんね僕こういうことやってる歴14年なんで多少早いです。もしかしたらあなたの10倍ぐらい早いかもしれないですけど、まあ、それでもまあ時給で言ったら多分5万ぐらいだと思います。5万から10万ぐらい出せます。ただ、まあ、10倍遅かったとしても時給5000円とか1万円ぐらい出せるわけですから、まあ、これやらない手はないと思うんですよね。ガチ儲かるってね、ぜひやってみていただければと思います。あと僕たまに万田さんとね YouTube ライブやってます。まあちょっとね、この間も3週間ぐらい前にやったんですけど、まあこんな感じでね、定期的にやってますので、ぜひね僕のチャンネル登録していただいて、ライブとかもね通知いくようになりますので、ぜひ登録してください。あと、まあ、ライブのアーカイブで残ってるかもしれないんで、ぜひちょっとね興味がある方はライブのアーカイブを覗いてみてください。いかがだったでしょうか。結構ね疲れました。リサーチガチでやってたんでめっちゃ早送り編集になってると思うんですけれども、普通に5分10分ぐらいはねやってましたね。結構
れました。はい、ハンティングコイン転売興味あるぞという方はぜひコメントと高評価よろしくお願いいたします。まあ、コメントちょっとね僕今回潰していっちゃったんですけど、消費税かかるんじゃないですかとかね、ヤフオクの手数料入れたら儲からないでしょうとかねいうコメントが結構来てたんで全部潰しちゃったんですけど、とはいえコメントいただけると嬉しいのでぜひコメントの方もよろしくお願いします。あとプレゼントとしてあの概要欄にねネット物販ビジネス無料マニュアル配布してます。アンティークコインのねマニュアルかな、まあ、あとノウハウとかもここで出ますんで LINE の登録してください。こちらの QR コード読んでいただくか概要欄の LINE の URL クリックしてくださいということなんですけれども、最初にねお話しした通り今ねアンティークコインめちゃめちゃ儲かるんですよ。で、まあ、本当にこういう欧米輸入系の商材って本当にいっぱいあります。まあ、もしよかったら自由な金持ち通信もね見ていただければと思うんですけれども、ここ 2,3 年の王者はやっぱりアンティークコインかな、商材だけで言うとアンティークコインかなと思います。で、これも今後も続くかなと思いまして、まあ、これはなんでかっていうと経済動向に詳しい方はね、ちょっと僕のお話ししたことがなるほどなと思うと思うんですけども、今お金の価値どんどん下がってて、まあ、みんな仮想通貨買ったり不動産買ったりインデックス投資とか流行ってますよね。ああいう感じになってるわけですね。株式買ったりしてるわけです。まあ、それと同じで現物の資産っていうのがね、動産っていうんですか、この現物資産が結構あの価値を持つという感じになってまして、今アンティークコインがまあ人気です。もちろん海外も人気ですけど日本でもめちゃめちゃ人気なので、日本の価値ね、アンティークコインの価値でもどん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 上がっていくと思います。で、これ現状は海外の方が安くて日本の方が高いものがいっぱいあるんですよ。これなんでかっていうと、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど発行されるのは海外なんです。まあ、もちろん日本のコインとかもありますよ、小判とかね、そういうのはありますけど基本みんな収集してるのって海外のコインですよ。海外のコインだから日本のもんじゃないですよ。だから日本のもんじゃない海外のコインを買うんで、どうしても業者が持ってこないといけないとなるとやっぱ価格が高くなるわけなんですよね。ということで現状価格ですね、価格差、海外との日本の価格差っていうのがあるので、転売だけでもめちゃめちゃ儲かるし、まあ、我こそはという人は投資の方もねちょっとチャレンジしてみてもいいから、まあ、これはまあもう人それぞれですけど、アンティークコイン転売をやってアンティークコインの商品知識がついて、あ、これめちゃめちゃ将来的に上がりそうみたいなのが分かってきたらアンティークコイン投資みたいなのもねやってみてもいいのかなとは思いました。ということでぜひ、アンティークコインの お勉強ねしてください。あのこちらのね、LINE の URL 読んでいただいてもいいですし、ウェブセミナーですね、ウェブセミナーもやってますのでぜひ、ウェブセミナーの方もご覧ください。それでは最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。